まずはこちらの映像からご覧ください。 さあ発表は東映株式会社テレビ企画制作部長仮面ライダーダブルチーフプロデューサー塚田秀明より行います塚田部長お願いいたします、えー、東映テレビ企画制作部長、えー、塚田秀明でございます、えー、本日は、えー、お集まりいただきまして誠にありがとうございます、えー、私の方からは「えー、フート探偵」のご紹介をさせていただきますえー、フート探偵は、えー、漫画です えー「仮面ライダーダブルの正統続編として、えー、2017年8月から、えー、小学館週刊ビッグコミックスピリッツで、えー、連載開始して、えー、現在も、えー、絶賛連載中でございます、えー、この「フート探偵が」が、えー、今回、えー、アニメになります シリーズの、えー、アニメーション連続もののアニメというのは仮面ライダーの、えー、50年の歴史の中でも、えー、初の、えー、試みでございます。えーフート探偵を、まあ、作っ、まあ漫画でですね、まあ、やった時にもともと 「仮面ライダーダブルという、えー、映像作品から、えー、石森章太郎先生の原点でもある、えー、漫画という形に、えー、メディアを、まあ、移して、えー、続きをやったわけですが、まあ、その中でやっぱり映像から始まったというか、えー、そこを漫画にするという時にいろんな発見だったり、えー、進化だったりというものが、えー、あったんですね。えー、それが 漫画表現の、まあ、新しい、まあ、発明と進化を、えーまあ、ちょっと探り合ったのかなという部分が、えー、フート探偵にはあったと思いますこれと同じようなことが今回のアニメーションという、えー、次の形態に行、えー、くにあたって起こ、えー、るのではないかと、えー、新しい発見と進化を「えー、フート探偵アニメで」で、えーまあ、実現させ と思っておりますアニメのクリエーターたち「仮面ライダー」をまあ作りたくてうずうずしているという人が、まあ、たくさんおられまして、まあ、その優秀なスタッフの皆さんと今一緒に作業して「えー、フード探偵」アニメーション、えー、作っております。特、えー、撮、漫画、 アニメ、えー、それぞれのファンの皆様に、えー、満足していただける作品になると確信しております、えー、楽しみに待っていただければと思いますよろしくお願いします塚田淵ちゃんありがとうございましたこれは特撮ファンだけでなくアニメファンも盛り上がりそうですねはい、えー、フート探偵は、えー、とですね、日本と同じ2022年 夏ごろに、えー、欧米はファ、えー、ニメーションで配信を、えー、いたします、えー、それ以外の地域に関しては今まだ調整中ですが、えー、なるべく、えーはい、早いタイミングで皆様に見ていただけるように、はいえー、準備しておりますえっと塚田さんにお伺いしますえー、っと「仮面ライダーダブルという作品が、えー、と漫画家そしてアニメーション家とシリーズの中でもかなりあの 入れの展開を見せているような印象があるんですけれどもそこまで作品がこう支持される理由はどういったところにあるとお考えですかえ、はいえー、っとですね「まあ、フット探偵」というタイトルに、まあ、2つ「フート」という言葉と「探偵」という言葉がありますが、えーまあ、そこの2つの要素が、えー、支持していただけているんではないかと思っています。まあ探偵に関しては 仮面ライダーダブルヒーロー作品でありながら、えー、探偵もの事件ものとして、えー、面白いものというふうなものことを、まあ、心がけて作ってきましたでそこのこだわりが、まあ、大人のファンの方にも支持していただけているのかなと思ってますでもう一つ「フート」というところで、まあ、その架空の街を描くという、まあ、コンセプトなんですが なんとなく分かんないですけどえキャストの皆さんだったり「亀面ラダブルを好きで見てくださってる皆さんだったりそのまあフートというまあ町の住民じゃないですけどなんとなくそういう感覚を持っていただいてるんじゃないかなと思っていてそこが愛着を持ってえこの10年以上愛し続けていただいてるということになっているのかなと。 まあそんなふうに思ってますというようなことで大丈夫でしょうかありがとうございますライダーの魅力ですよねうんまああの仮面ライダーは悪から派生した正義ですというふうに東映の辞書には書いてありましてそこがその他のヒーローとまあ違って、えー なんて言うんですかねあの、まあ、影を背負って、えー、戦う、まあ、同婚、えー、というか,ますか、えー、親殺しと言いますか、えー、そこの深いテーマが、えー、やっぱり、あのー、いろんな仮面ライダーこのマークにも、えー、ありますけど、えー、いろんな仮面ライダーありますが、えー、そこのまあ根っこの、えー、深いテーマ性みたいなものがやっぱり魅力の一つなのではないかと思います。